2014年6月7日、ニューヨークで開かれた小食は世界を救う。ニューヨークのマスターヒーラー小林健先生が企画したこの講演会のため、森道夫さんと一緒にニューヨークまで来てくださいましたジャーナリスト船瀬俊介さん。まゆともトークパート3です。日本では、ね、断食って言うとね、ってなるんですよ。そう、お坊さんがちょっと、ね、厳しい感じ。断食道場なんて言うと嫌だってなるわけ、うん、だからそれはね、まあ、断食って言葉自体がね、非常にそのまあ厳しい修行を意味することもあるけど、もっとこう欧米にもあるそのファスティングという、これはもう幅が広いですよね。要するに消食って意味もあるし、それからあのまあ断食療法って意味も幅広く含んでるから、だからファスティングの方が分かりやすいだろう。あとやっぱりこっちでもあの心がけがあって断食をねする人もだいぶ増えてきました最近。ファスティングですね、ファスティング、ね、だからその僕はね、その無理せず気楽にファスティングって言ってるんです、はい、食べたくなったらね、もう 目がフラフラするのに頑張らなくて2食頑張らなくて、まずは2食ね、2食それからまた 1食にすればいいんです。で今面白いのはね、今度は僕はやってみました、1日1食って本を今度書くんだけど、あの無理せず気楽にファスティングってサブタイトル。あ、いいですね。で日本の有名人で1日1食の人がねどんどん現れてるんですよ。あ、へー。例えばあの日本で有名なコメディアンでビートたけしさん、はいはいはい、あ、じゃあちょっとビートたけしさん風に、かけろくんやろうって言ったんですよ食事がこれでおいらくんやろうって言ったらかけろくんやろう、面白いな、もうなんで私にモノマネ話すんうまいんです。あ、そうですか。ビートたけしは1日1食なんですよ。うん、あとね、千葉真一さんも1日1食なんです。ハリウッドのソニー千葉ですよ、うん、74ですよ彼は。髪真っ黒け、髭真っ黒けで、もうどう見たって50代前半しか見えないんですよ。それはもう74だからね、うん、だからまあすごいんですよね。で、あの1日1食の人がそうものすごく増えて、それでみんな調子いい調子いいって言ってるんです、うん。でもそういう人がもう生き証人がいっぱいそれだけ出てきたら、これはもう、もうそうです、やっぱりいずれこう変わって、いやでも変わって、僕のドクター、僕の公園に行ったね、一日一食の人とはーいって7、8人手が上がるんですよ。だから私も朝は食べなくなりました。もうそうなったでしょ、うん、別に何ともないでしょ、なんともないです。でね、もう2食食うともう、うん、もう体重たくなるようになる。なんていうのかな、こう昔のように労働もそんな過激な労働やってないでしょ、僕らも文章書いたりとか、ね、だから軽作業だから、うん、食う必要もないんだと思うよね、うん、だから1日1食ぐらいがちょうどいいかな、あるいは 1.5 食ぐらいかなという気がしますよ。するとね、うん、1日1食するととにかく睡眠時間が短くなるし、それからあの脳の働きが活性化するし、原稿を書くのがはかどるし、疲れなくなるんですよ。あ、反対に6時間ぐらいぶっ通しで原稿を書いても全く疲れなくなる。僕は25歳の時にあの世界的に有名な沖正弘先生の沖ヨガ道場を三島に訪ねて、でその韓国のお坊さんの紹介だったから、もう親友だったからね、だから僕は取材許されて沖先生との個人指導も受けたんですよ。でその沖先生がその講演でおっしゃったのは実にインパクトがあってさ、食べる工夫ではなくて食べない工夫をしろって言うんです。物物入りましたか。ご本人知らないので似てるかどうか分かんないけど、そういう感じで、そうそう、うん、空腹を楽しめって。空腹を楽しめ。本当に健康体というのは、腹が減れば減るほど元気になるのが本当の健康体だって言うんです。そうね。で腹八分に医者いらず、腹六分でお湯を忘れる、腹四分で仏に近づくって言うんです。仏に近づくか。だから愚道者はみんなファスティングやってるわけです。そのファスティングのこともっと説明が必要だと思うんだけど、あの僕はね、長生きしたければ食べていけないっていう本をすでに書いてるんですよ、専門的な書をね。そこであの非常にあの興味深いデータがあるんです。それはなぜかというと、1935年アメリカのコーネル大学のマッケイプロフェッサー、マッケイリポートって言われてる、うん、要するにマウス、ネズミの実験でその与えるカロリーを 60% にしたんです。でもう一方の比較対象は 100% くわけだ、その 60% にして、それで飼育実験したわけだね。すると衝撃的なデータが出たのは何かというと、カロリーを 60% に制限したネズミは 100% 食ったネズミの2倍生きたんです。であまりの衝撃的な内容にこれはね潰されたんです、この公に出なかった。
それ誰が潰したかっていうと、それはだってさ、まず医療産業が、医療ビジネスが困るでしょ、食べないで長生きされちゃう。あと食料ビジネスですね、フードビジネスも困るでしょ、食べる量6割されちゃうね。だからそういうことで潰されてきたけど、このデータはいろんなやっぱ学者に非常にそのインスパイアでして、その後いろんなやっぱりアンチエイジングの学者たちがいろんな実験やってるわけだ。するとね、面白いことにその酵母、イースト、その単細胞の動物から、はい、バクテリアとか、それからあと虫とかクモ、スパイダーとか昆虫とか、とにかく単細胞動物から昆虫から何からそのヒューマンビーング、こいつまで、とにかくカロリーを制限すると長いする、その 1.5 倍から2倍だ、カロリーをほぼ半分にすると寿命が 1.5 倍から2倍伸びるってことが証明されています。やっぱり食べ過ぎなんですよね、私たち基本的にね。だから僕はこう考えた、カロリーを食べる量半分にしたら寿命が2倍伸びたと驚いてるけど、そうじゃないんだと、実はこの半分のレベルが実はそのノーマルレベル、だから正常な量の2倍食ってるから、あるいは実験動物も正常な量の2倍餌やってるから早く死んでる、うん、だから我々は実は Eat less, if eat half、うん、と You live twice。 だって、まあ、グルメの番組も多いし、もテレビ見てたらもう美味しいもいっぱい魅力的に撮ってあるし、ついつい食べたくなくても今日食べに行こうみたいな、テンプテーションってやつですよ。そうだけどこの原理がね、なかなか表に出なかったのは、やっぱりね、それはやっぱりビジネス、それがインダストリーにとってはね、困るわけですよ。人類の食料を半分に減らしたら、だってそれはあれでしょ、食料、農業の生産量、流通量が半分しか売れないってことは、価格が暴落するってことですよね。だからそれはもう許せないと。うん、また食料を半分にするだけで寿命に2倍伸びたら、お医者様たちが失業しちゃうっていう。だからメディカルインダストリーもフードインダストリーも困ると、それで政治力を使ってこれを潰してきたんです。だから我々インダストリーのために生きてるんじゃないでしょ、うで、ね、自分自身の生命のために生きてるんだから、遠慮です。それでじゃあインダストリーに申し訳ないから、俺ちょっと2倍食うわっていうのは変でしょもう半分の命でいいってのはおかしいですよね。だからこれ宇宙の真理、生命の真理ですから、まずそこを学び、それでも食べたければ食べればいい、ね、知らないことは罪であり、知ろうとしないことはさらに深い罪だというのは、そういうことなんですね。だから我々マスメディアははっきり言ってそのビッグビジネスにコントロールされているから、エデュケーションもコントロールされているから、だから本当の正しい情にアクセスできていないほとんどがね。だからこういう本でアクセス、自分で努力するしかない、うん、大事なことは病気が治るってことだよ、それ言わなきゃいけないんだよ。寿命が伸びるだけじゃないんですよ。でこれはこの長生き、ね、3日食べなきゃ7割治る。この本はファスティングの専門家にロングインタビューしてるんです、うん、そしてどういうふうにして治るか全部インタビュー聞いたんです。すごいですね。要するにもうあらゆる病気が治るんですよ。で3日って書いたけど、例えば腹痛、頭痛、大体あとお腹を壊した下痢とか便秘とか、そういうのはだいたい1日ぐらいでもほとんど治ってしまうんです、消化器系はね。あとは骨折なんかは断食するとめきめき治る、うん、なぜ？それは免疫力がまずパワーアップ、ぐーっと食べないと空腹に比例して免疫力がぐーっとパワーアップしてくるんです。それはこの命の仕組みとしては何が起こってるんですか？こういうことでしょ、入ってこないでしょ。だから、食べるものが入ってこないと体はあれと思うわけですよ。まずアラームが鳴るわけですよ、うん、おい食い物が入ってこないぞと、うん、えらいこっちゃと、そしたら のんべんだらりと言ってカーなんて、おっとシャキッとなって、これはちょっと頑張らないといかんないとなるわけです。だそれで生命力が活性化するわけです。特に免疫力がグーッと上がっていくわけです。今度は排毒力、デトックシング、それがもう急激に進むわけですね。要するにだから体がクリーンナップされていくわけです。それってやっぱその新たに入ってきたものを消化させるエネルギーを使わなくて済むからですか？そういうことです。1日に3食しっかり食べると、それを消化吸収するエネルギーが 42.195 のフルマラソンを走るぐらい必要になるって言うんです。消化吸収ってものすごくエネルギー使うんです。そんなに。だからそれをストップすると消化吸収のエネルギーがいらないでしょ。
するとそのエネルギーをどこに使われるかというと、逆にまずはその免疫力のエネルギーに変わるわけです。病気と戦うエネルギーに変わる。もう一つのエネルギーは排毒排泄に向かうわけです。デトックスに向かうわけです。だから体はもうみるみる自分の体を大掃除して毒物悪いものを排泄していく。上がストップだからね。だからニューヨークの地下鉄の車両だって電車の中をきれいにするにはまずお客さんをまずストップしなきゃダメでしょ。入れるのをストップ、それで車両をきれいにクリーンアップして、はい OK って思ったらゾロゾロゾロと入ってくるわけ。お客さんが伸びて幕なしに出たり入ったりしてたら車両はクリーンアップできないでしょ。分かりやすいですね。自己誘拐反応って起こるんですよ。ちょっと難しい表現だけど、うんうん、体の悪い部分が分解され溶けて排泄されるんです、うん。で一緒に分かりやすいと心臓発作の方がいる、はい、なぜ心臓発作が起こるかというと心臓の冠状動脈という血管がその詰まるわけだ。何が詰まるかってアテロームという、すなわちアテロームというのは動物性脂肪とかそういうネベネベした汚れがね、だからその土管下水のパイプがだん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 そのこの油を流しているとだんだんだん詰まっていくじゃん。分かります。でそれで詰まったらうってくるわけです、はい、あもうアウトですところがそういう断食して栄養を入れない、するとその血管の中にこの脂肪の層がついてるでしょ、アテローム。体は栄養が入ってこないから、あ困ったなと思って、あそうだって、この脂肪を栄養源に生きていくわけです。これ食っていくわけです。いいですね。だから勝手にその血管がどんどんこの体、これを栄養素として上から来ないから、それ栄養素で食っていくから、だんだん心臓の血管が勝手にクリーンアップされていくわけです。だから心臓病は断食で治るんです。と腎臓病もそうですね。腎臓病が病気になるってことはこの腎臓のそのフィルターが目詰まりしてるんですよ。おしっこをろ過するフィルターが、はい、だどん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 上からピタッと止めるとこのフィルターの汚れを体はその栄養源に食っていくから、嫌でもフィルターはきれいにクリーンアップされて、で腎臓がスーッと通るようになる。そういうイメージが今までなんとなかったですよね。学校で誰も説明してくれる人がいないから、こんな真実を教えたら病薬が売れなくなるんです。病院に人が来なくなるから。いやそういう、それでもっと劇的なのはね、糖尿病ですよね、ダイアビートですよ、はい、あるドクターはインスリン依存型の最も重症の糖尿病患者さんを、なんと私の知り合いのドクター、断食の専門のドクター、ファスティングのドクターですよ、15人の重症のこのインスリン打たないともう生きていけない、ダイアビートの患者をなんと断食療法ファスティングケアで15人全員完治させたんです。全員 100%、うん、すごい。もうこれいらなくなった糖尿病完治で、これを論文に書いたんですよ。で指導教科にプロフェッサーのとこ持って行ったんだけど、うん、全員なりましたってなりましたよかった君と言われるはずが、これ菅野ドクターって言うんだけどね、でこのプロフェッサーが、はい、菅野君、君何だろうこれは、15人の糖尿病の患者さんが亡くなりました。君ね、昔からね、糖尿病はね、治らないってことになってんだよ。なんで治ったなんてデタラメ書くんだ君は、これだよ。ひどいね。ひどいですね。はいってなっちゃって、それでも書き直したって言うんだ。血糖値のコントロールが可能になりましたって書き直したって言うんだから。もっとすごいのは、これはね、ある別のドクターが教えてくれた、透析、人工透析ってあるでしょ。透析って分かるでしょ。分かりますよ。あることも、こう、うん、はい、週に2回、3回。かかってもね、地獄です、ヘルですよ。で、その透析患者を、もう透析しかないって言われた患者が、やっぱりこのドクターは、非常にもうかけるんです、もうみんな助けを求めてきたんだ。断食の専門医だから。うんうん、そしたらなんと彼はね、透析を命じられた患者さんを全部断食療法したんです。するとね、大体7割大体8割は行くって言ってました、うん、は要するに断食療法で透析治療しなくて済むようになったんです。素晴らしい、素晴らしいよ。お金かからないね。かつ、うん、透析療法を始めて1ヶ月以内だったら半分の人たちは断食療法で透析からエスケープ離脱できるって。でこのドクターに素晴らしいって言ったら、そのドクターが船橋さん
僕の名前は絶対出さないでください。なんでですか。どうしてですか。こんな素晴らしいヒーローじゃないですか。 It's hero you are って言ったの、うんうん、私の名前が出たら透析マフィアに必ず殺されます。本当に、うん、本当に、わあ、怖いね。だから言えないんですよ。だって一人の患者でだって500万ぐらい儲かるんですよ。日本は全部補助金出てる。なんだかんだで1000万ぐらいいくらしいよ。あのいわゆる国民年金とか福祉とか言えばだいたい500万って言われてる。それ国家が金出すんです。だから透析患者一人持ってると500万個病院が入るらしい。すると、いいですか、10人で5000万100人で5億円ですよ。何もしないで。だ透析患者が100人抱えてたらもう病院はこれなんで、左打ちやで。だからね、ペーシャントハンティングが行われてるんですよ。だから断食がなぜ広まらないかっていうと、もう断食ファスティングはもういつでもどこでも誰でも気楽にできる。しかしそれで病気が劇的に治るもんだから、困るのはやっぱりビジネスね、メディカルビジネスですよね。だから僕ももう64だけど髪はこれ染めてないんだよ。素晴らしい、素晴らしい、ね、今の感じの生活をどれぐらいやってらっしゃるんですか。もう10年は以上やってるよね。僕は長生きしたけど食べていけないって本を10年ぐらい前に書いたんだけど、その前から僕はもう断食とか知ってたからね。で玄米菜食したりして、うん、で1日もうずっと2食だったんですよ。でかつ長生きしたけど食べていけない、あとウィスコンシン大学の報告あたりかな、ウィスコンシン大学の赤毛猿の20年にわたる報告が出て、それでやっぱり、2000年にレオナルド・ガレンテ、マサチューセッツ工科大学 MIT の、レオナルド・ガレンテ教授が、うん、アンチエイジングジーンを発見したんです、うん、でそれでもうカロリーを減らすとスイッチオンになるってことがはっきり分かったんです。カロリーを減らすスイッチオン、アンチエイジングのスイッチがオンになるってことですね。ジーンがね、でウィスコンシン大の赤毛猿の実験では20年間カロリー 70%、 これは 70% の腹並ぶだからそんなきつくない。それでももう猿が歴然と違うわけですよ。腹並ぶの猿はまだもう髪はツヤツヤ黒黒しててもうこうなってるわけですよ。ってことはもうたらふく食った猿はもうこんなじいさまになってる、同じ年になる。で僕も高校時代の仲間の同窓会に行くと愕然とするんですよ。全員髪真っ白ってみんなもう古いんですよってこういう感じですよ。で僕は見かけがちょっとおかげでしょ、際立って異色でしょうね、その中で、ね、髪お前よく髪染まってるなってみんなびっくりするわけすごいですね。でもこの地毛だよってってなるわけだ。やっぱりそうエイジングにブレーキはかかってるんでしょう、おそらく。そうですね。それとね、もう一つ大事なことはね、不妊症が治るってことなんです。これがすごい。断食道場にはもう夫婦カップルのお礼状の手紙がわざかあるっていうんだね。なぜかっていうと、植物でも肥料を大量にやると図体はでかくなるけど作物実が入らないんです。生命っていうのはある程度のクライシス、危機感が必要なんですよ。すると子孫を残さなきゃいけないっていう生命本能が動くんです。植物もそう、動物もそう、私たちもそう。そうそう、だから貧乏人の子だくさんって昔から言うでしょ、うんうんうん、なんで貧乏人に子がボロボロ生まれるの。要するに貧乏人ってのはろくなもの食ってねえのによくまあボロボロ子供生まれるなって言うでしょ。ろくなもの食ってねえから生まれるんです、ね、で金持ちに不妊が多いのは要するに高カロリー高栄養美食、うん、だから南のね第三世界サードワールド、そこはもう多産で悩んでるわけですよ。だけど北の先進諸国は今度少子化で悩んでる。原因は何だ、うん、要するに高カロリーとそれからもう美食ですね、高タンパク高カロリー高脂肪高砂糖それから高精白too much refining ですよ。プロセス、プロセス、too much プロセスですよ。だから結局マイナスは実はプラスになり、プラスはマイナスになるっていう生命の原理だね。だから僕はマイナスニュートリションって言ってるわけですよ。マイナスの栄養学が必要だと、引き算の栄養学、引き算の栄養学。だから現代人は過剰に取りすぎてるから
寿命を縮めてる。だからプラス means マイナスで、マイナスエネルギー食品をマイナスにすることで寿命は2倍に伸びる。だからマイナス means プラス、だからマイナスの発想がプラスの結果をもたらし、プラスの発想がマイナスの結果をもたらしてるんです。で、がんもその通りです。がんもそれでなってるわけです。だからがんという字を漢字で書くと、品物の品って書くじゃん、はいはいはい、で食品を山ほど食べるとがんになると。すごい、オーバーイーティングなんです。がんの原因はね、だからマイナスの発想を持つべきです。マイナス is プラス、プラス is マイナス。引き算の栄養学で体はすごいからその力を発揮してもらえばいいってことですよね。過剰は罪であり、過剰は害なんですよ。だからあとね、もう一つは神様が動物を作った時に3食しっかり食ってる動物いませんよ。そういうところから1週間食えないってのは当たり前でしょ、うん、だから神様はその飢餓になるほど生命力を活性化する道を与えたんです。だって飢餓になるほど生殖能力が旺盛になるんです、うんうんうん、だから不妊の夫婦は断食すればボロボロ子供も生まれます。あと ED だよ、セックスインポテンツ、もうそれは断食ファスティングすることで男性の生命力が劇的に蘇るんです、うん、だからセックスが弱くなった男はとにかく断食することだって。普通でも精をつけようとかってもっと食べるじゃん。あかんがや、それ反対なんだ、間違ってた。まんねん、不妊のカップルに訴えたいのはとにかく断食道場、ファスティング道場に行きなさい、男女とも、うん、そしたらもうあっとの子宝が生まれます。金かからない。ただ今 の不妊治療はあっという間に200万、300万、400万いっちゃうんです。それでね、アメリカも日本もカップルのうち 10% は不妊と言われてるんです。ですみんなその後不妊治療の、まあ、餌食になってるわけだ、こいつは申し訳ないけどね、うん、ドクターたち一生懸命やってますよ、うんうん、だけどこの不妊のドクターたちが全く知らないのは、ファスティングすれば不妊は一気に解決するという生命の原理を知らないんです。ただね、卵管が通らないとかさ、精子がどうたらこうたらとか、部署だけ見てる、ね、機械的に見てる、うん、マシンと見てる、もっと大きく、いや我々マシンじゃない、うん、生殖能力だって神様が与えてくれてる。だからそのカロリーを減らすことで生命はスイッチオンになって、生殖能力から生命力が持てる力を劇的にアップするわけです。で精子の数も劇的に増えてくるんです。なんかありがとういっぱいやってくれてる。 That's it。 だから神が与えてくれた我々の体にこの感謝して、体の声を聞いて、で体が何求めてるかね、でだから空腹を楽しむことが大事なんです。空腹こそがその生命のエネルギーの根源なんだから。野生の動物は腹が減るほど神様は頑張れ頑張れと生命力を与えるわけだ。だから腹が減るほど俊敏になり、動きが速くなり、それから攻撃的に、ね、強くなるわけですよ。だからそれが自然宇宙神様が与えてくれた基本の命の原理ですよ。じゃあ今度お腹がぐるっと言いそうになったらそれを思い出します。そうだから、まず3時間楽しむこと。3時間ですか、3時間、はい、だからね、空腹感は幸福感なんです、うん、だから気持ちいいな、お腹が減った、気持ちいい、ここで今何か今までなかったものが目覚めてるって思ったら、そうそうそう、ね、この空腹感が僕を長寿遺伝子をオンにしてくれてんだ、病気がこれで治るんだ、気持ちがいい、若返ってるし、こういうふうにどんどん若返るんやねーと、ええ男は近づくねーと、まあ、そういう感じで空腹感を楽しむんです。なるほど、3時間3時間、そしたらもう気がついたらね、収まってるから結局一日一食になるわけです。なんかそれだったら楽しんでできそうですね。なんかね、だから空腹を楽しめるというのは奥先生が言ったことは、そういう意味ですね。だから空腹感は幸福感と、うん、森道夫さんなんか一日青汁一杯ですからね、50キロカロリーですよ、キャロリー理論で言えばね、だいたい基礎カロリーの1500キロカロリーを切ると必ずもう衰えて餓死すると言われてるのは今までの栄養学、うん、栄養学は嘘だったんです。栄養学は根本的に間違いだったんです。30品目も間違ってたって、間違えて間違えて、ひどいじゃないか、ね、カロリー取らないのだって。じゃあもう森道夫さんはね、青汁一杯でたったの50キロカロリーですからね。そしたらガリッてしてらっしゃらないじゃないですか、とってもね、で20年近くそれで生きてるわけですから、うん、もうね十分なデータですよね。そうです。だから
だからもうカロリー理論、栄養学が間違ってたということを栄養学が認めなきゃいけないのに、いまだに世界の栄養学はそれを認めない。じゃあ向こうは認めなくてもいいけど、気がついていった人たちがもうこそこそっとやっていけばいいって話ですよね。もう実践するしかないんだ。大学の先生が間違ってるわけだからね、栄養学の先生がね、もう明らかに間違ってる。もう嫌でも大きな過渡期に来てますよね。ますあのブルース・リーが言うとるやん、 Don't think, feel って言ってるんですよ。インスパイアレーション、これが大事なんですよ。やっぱりそうやってフィールするためにも、あの体をだからもうたらふくってるって言ってたらフィーリング必要ないわけですよ。で僕もニューヨークの旅でね、だからもうちょっと食べ過ぎたんですよ。あ、そうですか。やっぱりね、あのいろんなもう接待もたないしとかあるし、パーティーがあったりするからね、野外パーティーも昨日楽しかったけど、まあ、帰ったらまたファスティングで1日1食に戻して、で原稿書かなくちゃいかなと思ってるよね。さて次回は船瀬俊介さん最終回です。更新するたびに連絡が届きますので、この画面から今すぐ登録してくださいね。 Facebook もやっています。まゆともで検索してみてくださいね。いいねもよろしく。